鉄は早いうちに打つ。その通りなんだよ。そうそう、ループ。わかるよね、みんなもね。経験、多分ね、今まで、いろいろ恋愛関係とか人間関係経験してるから。いいと見らっしゃい。でもまあ、今回勉強になったかなって思う部分もある。俺も今までさ、42年間、喧嘩したりとか揉め打ったりとかすると、すぐ解決するのね。その場で、言い合ったりとかして。でもそうじゃない人もいるんだなっていうのは勉強になった。なんかさ、このふわっちもさ、限定放送できればいいのね。俺が選んだ人間だけが放送を聞ける。なんかそれ楽。あのさ、こうやってオープン放送だとさ、冷やかしコメントもやっぱ出てくるじゃん。冷やかしコメント、おめえが悪いんだよ、お前がバカなんだよっていう。なんかこういう、ま、俺がさ、俺も人だからね、配信者であるけど、悩んだりとか、いろいろすることもあるじゃん。そういう時にやっぱちゃちゃ入らないコメントが出てきてさ、みんながこうやって、俺の個人的なことで相談乗ってくれるとさ、助かるよ。俺も。勉強になるしっていうか、俺に賛同してるわけじゃないからさ、いろんな考えがあるじゃん。そういうのはすごい聞き入れられるんだよ。ただバカやらアホやらお前がどうしようもねえやらっていうのはさ、参考にならなくて。やっぱいろんな意見があるからすごく言葉っていいなと思うもんな、俺は。だからネット配信続けてたのもあるわ。喧嘩した時に話し合いの場をしかとしていた自分に反省。でもそれも必要なのかもな、マミーマウス。喧嘩した者同士、話し合いはしないで、人に愚痴をこぼすとかさ。それも必要なんじゃないかなとも。ストレスの吐き口じゃないけど、本人には言えないけど、誰かに聞いてもらいたいなっていう人もいるじゃん。それは十分俺も理解してるしね。本人には言えないけど、多分怒られたりとかするし、うまく口で丸められるかもしれないから。でもやっぱ日が経つと、やっぱね、そこで愚痴を吐くことによってスッキリする部分もあるじゃん。ね。まあ難しいよな。あとさ、放送ってちょっと、まあ、ちょ、これ、いい？ちょっと、俺の放送のことなんだけど、例えばさ、マミーマウスの話はするな。って言われるじゃん。だから、マミーマウスの話はしないように、心がけようとしている、してても、わかる？しなくちゃいけない傾向にあるっていうパターンわかる？マミーマウスの話には触れない方がいいよとか、そういう風になった時に、じゃあ触れないねってなっても、直接マミーマウスの名前を出さなくても、そういう方向性にリスナーが仕向けるコメントってあるのわかる？俺だってしたくてしてるわけじゃないんだよ。ただ、スルーすればいい、スルーすればいいって言うけど、スルーできないんだよね。わかる？そういう方向性に持ってくから。俺の放送で結構ない？この話はしませんよって言ってても、ね、しませんよって言っててもさ、じゃあしないよってなってても、そういう方向に持ってこうとするコメント、きっかけを。すげえ困るよ、それ。誘導尋問みたいな形だな。すげえ悩む。それでね、結構痛い目見たりとか、失敗したりとかしてる部分もあるので。あるでしょ、マミーマウス分かるでしょ。引き出せようとしたりとか、そういう話をさせようとしてるんだよね。難しいよ。俺本音言っていい？漏れていらっしゃい。
本音。あ、アポさん、いらっしゃい。本音って、まあ、この深夜だし、なかなかさ、俺、深い話じゃないけどさ、真面目な話ってあんま放送でしなくね、いつもおちゃらけてっから。でも今日いいリスナーばっかだからさ、コメントしてる人間がさ、冷やかしもいないし、なんだろうな、まあ吐き出せっていうわけじゃないんだけど、どうせね言うことなんで一部なんだけどさ、今の心境だよ、あくまで今の心境、これはみんなによって別にねあんま良くないのかもしれないけど、まあみんな視聴者だからさ、俺配信やめようかなと思ってんだよ。やっぱさ、配信大好きだし、だからこの9年間約やってきてるわけだけど、配信がね、自分のプライベートの支障になってるところもあるのよ。支障になってる部分もあって、実は。俺が配信やめてしまえば、自分の発言っていうのはないじゃん、ネット上で。でも俺がネット上で、話すことによって迷惑する人がいたりとかもするし、傷つく人もいるということを考えれば、やっぱリアルの方が大切だなと思ってるのよ。お金とかじゃないんだよね。三男坊知らないかもしれないけど、俺このインターネット生放送やっても収入源はあるの。これみんなには言ってないけどさ、あの、前からこれネムネムが、ネムネムってうちの投げ銭よくしてくれる配信者いるでしょ。ネムネムは配信動向ではなく、俺のことをいつまでも応援するって言ってくれてるし、それプラス、ゆうがさんがもし配信やめたら自分もふわっちやめるし、ゆうがさんのことはいろいろ仕事とかでサポートしようと思ってますって言ってくれてるのよ。実は。あの人ね、多分ね、みんなが想像する以上に、ね、みんな気持ち悪いのと思うかもしれないけど、その俺が放送をやめた後のことも考えてくれてるんだよ、本当に。それは多分、配信者ゆいがっていう人間が楽しくて放送を見てて、寝落ち配信とかもこうやって見ててさ、あの人。その上で俺のこと考えてくれてるんだよ、本当に。ホモじゃねえかなと思うぐらい。でも感謝だよ、本当に。いい出会いだなと思うし。俺の意見もすごい尊重してくれる。あの人が口出すことはない。俺の配信についてとか口出すことはないよ。その上でここまで考えてくれてる、だから放送終わっても俺反対なんない、正直。ただ放送が好きなだけ、なんだこれ。いい人と巡り合えたのは、まあ放送上でってことじゃなく、プライベートでもいい人に恵まれたなって、将来のことも考えてね。マゼさん俺のこと好きじゃないよ、別に。マゼさんなんか俺関わりないもん。三男坊。お前は知らないだけで。そうやってさ、語りやみな。マゼなんか俺関わりないから。俺はマゼ嫌いだもん。ああいう風に金の物言わせて、配信者をコントロールするやつ、配信者のね、いいところを潰すやつ、大っ嫌い。俺嫌なんだよ。配信者なんかリスナーとかな、金持ちとかがコントロールするもんじゃないんだよ。なぜか。配信者は、面白いからこうやって人が来てるわけでしょ。興味があるからみんなリスナー来てくれるわけでしょ。一人の金持ちのリスナーが、何かこうやってやれ、あいつと絡むな、どうこうするな。配信者の良さは消えちゃうじゃん。思わない？そんなこと言うんだったら自分で配信やればいいじゃんと思わない？自分が面白くできるんだったら。そうそうそう、三男坊、うなちゃんマンがいい例だろ？実際。
うなね、マゼから金もらってるからって言って、ね、コントロールされてる部分ってあったろ？俺嫌なんだよ。そもそも人を集めてる配信者じゃなく仮想配信者ならまだしも、な、人を集めてる配信者が誰かのラジコになったらおしまいだよ。仮想配信者も同じ。仮想配信者って少ない人数でもリスナーがいる。でもそれにコントロールされてしまえば、そいつのね、いいところっていうのは消えてしまうじゃん。俺は絶対やっちゃいけないことだと思うし、うん、俺だから人が来てるんだ。俺じゃなく、例えば高木さんがお金持ってて、高木さんが俺にお金をくれる。そして何しろ、ああしろ、こいつと絡むな、これとか、絡め。そんなことをやってれば、ユイガという良さは 100% 引き出せない。100% のユイガだからみんな来てくれるし、興味を持ってくれるんだよ。そこに 1% でもリスナーが口を出せば、100% の俺はいなくなる。うん、高木さんの言う通り、マゼのせいでニコ生は終わった。その通り、いろんな人間がマゼさんから金をもらい、そしてコントロールされ、みんな配信スタイルが変わったな、なんかおかしいな、リスナーが一番感じるよ。今までのユイガとは違うな、今までのうなちゃんマンとは違うなって一番感じるのはあなたたち。だから、そういうのを踏まえた上で、これ配信だけに限らず、ユイガ独尊なんだよ、俺は。我が道を行く。2020年は。2019年は配信者やらリスナーに少し言葉とかそういう面で、うん、コントロールされてる部分があったわけよ。俺も心が揺らいだ部分があって、だから病んだりとかもした。やっぱり自分は自分じゃなくちゃいけないんだなと思った。ユーリいらっしゃい。それは貫き通すつもり。もちろんだよ。マミーマウスとかカリンとかユーリとかが、ユーガさん、こういう配信やってもらえないですかね？バイク配信そろそろどうですか？意見だよね、これは。だろ？皆さんからお金もらってるわけでも何でもないし、皆さんのユーガが見たい、ユーガがこういう風にやったら面白いんじゃないかなっていう意見じゃん。それは取り入れるか取り入れないか俺次第じゃん。強制力を持ってないじゃん。でもお金が絡んだりとか物が絡むと、そこに強制力って生まれるんだよ。だから俺はコントロールされたくないだけ。だから、ネムネムなんかがアイテム投げるでしょ？俺に。その時にネムネムが一回だけ言ってきたよ。ユーガさん、リリーさんっていう配信者がいるんで、自分が放送でコメント上で、リリーさんに無料アイテム投げてくださいって書いていいですかって。俺は即刻ダメだって書いてよ。なぜか。ネムネムはリスナーだ。うちの放送にいればリスナーごときが他の配信者の宣伝をするって間違ってるんだよ。俺がな、みんなに頼んで、ちょっとリリーさんね、応援してるんで、今回無料アイテムだけでも投げてくれねえかなって誘導枠って、一つの遊びでもあるじゃん。わかる？俺が応援してもらいたいなっていう気持ちもあるけど、こんだけのリスナーがいるから、遊びでもあるでしょ？ユイガから、ブワーっと流れることって、俺のネームバリューも通じるし、遊びでもあるじゃん。そこが。うん。一体感。